ふらりと向かったのは喫煙室。東出には緊張するとタバコを吸う癖がある。なんかテレビに出るとき、生放送でも、まあ、バラエティでも割としっかりしてないとってすごい思うんですよ、人様の前に出るから。でもこうやって本当に素を切り取られるってなると、本当に普通のどうしようもない26歳なので、いいんですかね。え、なんか人様の前に出るときはちゃんとしようと思うんですか。思いますね、言葉遣いとかも。なんか思うのは、話し方とかもちゃんとしたいって言ってたなと思うんですよ、はい、そういうのってどっから来るんですかね。分かんないですけど、どっちかっていうとあいつ抜けてるなって思われるくらいの方がありがたいし、事実その通りだと思うんですけど、でもまあ人に不快感を与えないような、その子供とかが見て喋り方を真似した時に、なんて口の利き方になったんだいって親が嘆かないような、その最低限のレベルにいればいいかなって思いますね。